2005年、モスクワのクレムリンにて撮影。大祖国戦争戦勝60周年を祝う、飾り祖国戦争勲章大祖国戦争は、ロシアをはじめとする旧ソビエト連邦諸国のいくつかで使われる用語。第二次世界大戦のうち、ソビエト連邦が、ナチスドイツ及びその同盟国と戦った1941年6月22日から1945年5月9日。 までの戦いを指す。旧ソ連諸国の外では、この用語は一般的に使われることはなく、東部戦線、独ソ戦などの用語が使われている。この戦闘の詳細については、独ソ戦を参照のこと。大祖国戦争と第二次世界大戦とでは指す範囲が異なっている。大祖国戦争は、ドイツをはじめとするヨーロッパの数軸国諸国軍と、 ソビエト連邦との間の戦いであり、ソビエト連邦と日本との戦いや、ドイツと西欧、英米諸国との戦いは含まれない。大祖国戦争という用語は、1941年6月22日のドイツの大祖攻撃開始の直後に登場した。1812年にロシア帝国へ侵攻したフランス帝国のナポレオン一世をロシアが打ち破った戦いは、ロシアでは、 祖国戦争と称される。祖国戦争は、元は外政とは異なる。自国内での防衛の戦いを指し、やがて、祖国での戦いから、祖国のための戦いへも適用されるようになった。第一次世界大戦でも、祖国戦争という呼び方が使われていた。ソ連当局はこれをなぞらえた故障で、ナチスドイツとの戦争を呼ぶことで、戦いにあたって、ロシアナショナリズムによって、 国民を鼓舞しようとした。ドイツ軍の侵攻直後のプラウダ紙にはソビエト人民の大祖国戦争と題された長い記事が掲載されている。1942年5月20日には大祖国戦争において英雄的な行為を見せた兵士やパルチザンダに対して贈られる祖国戦争勲章が制定された。ソ連時代の実書学においては大祖国戦争とは ソビエトの共産主義とドイツのナチズムという二つのイデオロギーの間の闘争であり、最終的にソビエトの共産主義システムがファシズムに打ち勝ってその優位性を示したとされる。ありがとうございます。